2019明治安田生命 J3 リーグ第11節、この時間はザスパ草津群馬対ガイナーレ鳥取の一戦をお届けいたします。今日の舞台は正田醤油スタジアム群馬です。それでは今日のメンバー改めてフォーメーションとともに確認しておきます。鳥取のフォーメーションご紹介します。こちらは前節と同じメンバーです。加藤、高澤、アドリエル、インターセプト、そのまま出ていきます。アドリエル、シュートを狙ってきました。高澤、胸で落とす。青木、スピードアップ。佐藤ですが、1人外す。青木翔太、5対4の形、右使って、いいコントロール、これは PK。 立ち上がって高澤はやらしてくれとアピールしてますが、これは PK のジャッジです。倒したのは井上力人。青木から右からスピードを上げて見事なファーストタッチ。決めました。見事に逆取って先制群馬です。落ち着いていました高澤優也。足元を入れる。青木ワンタッチ、右、吉田正也、ダイレクトの折り返し、青木だ。群馬追加点、2対0にしました。一気に畳みかけましたザスパ草津群馬。佐藤、青木翔太、吉田正也、ダイレクトで足元へ反転して、青木翔太、左足。渡辺が右へ展開します。青木翔太、マッチアップ、大里、吉田正也からジャスティン、足元をつけてスルーにします。吉田正也来る。吉田正也クロス、速いボールだー。群馬3点目。また叩く高澤だ。今日2点目、2試合連続2ゴール。大卒ルーキーコンビ、加藤純也、スルーパス、こぼれてきて岡田翔平、4点目。止まりません、ザスパ草津群馬。左のサイドバックに前半の途中から変わりました福村、小林です。後半の頭から左のサイドハーフ、逆サイド、井上力人が来る。井上力人、アドリエル、間使って大谷から右、井上力人です。ガブリエル、大谷、ガブリエルが来る。ダイレクトのクロス、ヘディング、フェルナンジーニョのヘディングでした。大谷から右、井上力人、コントロール、ガブレール間使って、渡辺光大のタックルが入りました。高澤ちょっと滑りますがうまく前向いた。加藤純也、
オフサイドありません。加藤純也抜け出す、吉田が上がってくる、加藤折り返し、5点目吉田雅也も2試合連続ゴールです。今日1ゴール2アシスト、 J リーグデビューから2試合連続の得点です。加藤純也見事なお膳立て。5点はリードしてますが、キャプテン渡辺、そして群馬ベンチからはシュナイダー、ゴールキーパーコーチも大きな声を出してます。ヘディング、こぼれて吉田俊セーブ。青木、試合終了です。5対0、ザスパ草津群馬快勝です。前半だけで4ゴール、後半1点を追加して見事に群馬が鳥取を下しました。